さあ始まりました、ストリートファイターリーグウォームアップ、 MC のRです。よろしくお願いいたします。解説のハメコです。よろしくお願いします。はい、本日は第9節 Day1 マッチ1 Vlog プラスファブゲーミング対魚群島、マッチ2名古屋王者ボディスターミルダム対コミファーデトネーション、以上の2試合が行われます。本節の開始は20時頃を予定しておりますが、それまでのお時間ですね、初心者の方でもストリートファイターリーグをより一層楽しめるような情報をお届けする20分間となっております。それでは最初のコーナーから参りましょう。ハメコズチョイス、チョイス、おい、よし、今日もチョイスしていきます。はい、ということで、はい、参りましょう。本日お届けするのはこちら、ハメコ&Rの勝敗ガチ予想ということで、はい、はい、まあ、今ねストリートファイターリーグでは、うん、Amazon ギフトカードが当たる勝敗予想キャンペーンの方を行っているんですけれども、ね、この9節の全4試合の勝敗を全試合的中させた方の中から、うん、抽選で10名の方に5000円分の Amazon ギフトカードをプレゼントしています。はい、でね、こちらね、この企画がですね、うん、本日20時が締め切りとなっているんで、うん、ぜひこの YouTube のコメント概要欄に応募ページのアドレスありますんで、うん、応募していきたい、いただきたいんですけども、うん、まあね、せっかくなんで、うん、じゃあ我々もちょっとガチンコでこう予想していこうよと。確かに、はい、いいじゃないですかいうところで、まあ、ぜひ、ね、この情報をまあ参考にしていただくなり、うん、逆張りするなりしていただいて、確かに、皆さんにも応募していただけたらなというふうな。これ応募期間見ると4日間だから、うん、これ結構俺当たると思ってるんですよ。そう、なんなら私当てたら大丈夫なんですけど、10名に入れるんですかっていうところ。入れるはず入れるはずはいはい、さあということで、まあ、その前にいつも通りその予想を、ね、うん、伺えるということで。そうですね、やっぱり勝敗をこう予想するんであれば、うん、その実際この戦いどうなっていくのかっていうところまで、ね、予想していかないと、はい、そうね、あのね、ディティールからいかないとね、そうね、うん、でダメだと思うんで、はい、やっていきたいと思います。お願いします、はい、それでは早速いきましょう。こちら、まずはデイ1マッチ1、アウェー側魚群対数は、ホーム側 V6 プラスハブゲーミングの組み合わせです。もうまずこの組み合わせで重要になるのは大将孫です。はい、もうこれ言っちゃいます、大将孫。なぜか、はい、やはりこのルーク同キャラ戦に対して非常に強い、強いというところがありますよね。ボンちゃんとのルーク同キャラ戦に勝っている、ワールドウォリアでも時々に勝利している、ワールドウォリアで作法に勝利しているという試合もありました。うん、でここで気になるのは鳥飯ダルシムではあるんですが、あるんですか、大将のこの孫に対して鳥飯ダルシムが出た場合に、うん、キャミーへのチェンジっていうのがあるんですよね。おっと、うん、キャミーで踏むと、はい、っていうのがあるから、うん、まあ、孫対象というのはすごいキーになってくるんじゃないかなというふうに予想しています。うん、であとは、まあ、ここでじゃあ孫に対して取り飯がいかないんであれば、やはり水波コーディに対するダルシムカブスですよね。うん、はい、うん、ここもやはりキーになりそうだ。そうですね、基本的にコーディはダルシムつらい、はい、うん、そしてマチャボは出づらいなというところがありますね。うん、ネカリがやはりこうルークがどうしても苦手なキャラクターになっていて、V6、うん、プラスハブゲーミングルークをたくさん持っているというところから、うん、まあ、ルークは出づらい、あールークに対して出づらいというのがあるので、うん、まあ、そうなってくると、やはりモケ、水派、孫になってくると思うんですけど、うん、このモケに対してどうするかですよね。モケちゃん、モケファルケがあるというところで、まあ、ボンちゃんが面白いのかもしれないですね。おう、うん、ボンちゃんのサガットも含めた、サガットも含めた、うん、戦い、ルークにはファルケで、うん、モケファルケ勝ってるじゃないですか。そうですね、はい、でもサガットファルケってどうなんですか。サガットファルケはこれね、結構あんまり見たことなくて、ただ飛び道具の脱出になっていくと、うん、今ファルケやっぱりゲージがあると EX、うん、あのスナイパーですね、飛び道具、はい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 、EX、なんだっけ、あれはなんだ、横にフェダー、クーゲル、うん、ちょっとまあいいや、カノーネとかね、はい、カノーネだ、カノーネ、カノーネがあるんで、うん、まあ、そこの駆け引きのところは、まあ、ファルキがいい感じに進めるんじゃないかなっていうところありますね。うん、で、まあ、なので水はもけ卵っていう風になってくると、今回こそあるかもしれないですね、これが。お、時孫、うん、ただね、個人的に時戸さん、ちょっと孫さんに特攻を持たれてる感じが、ね、うん、若干ありますよね。そう、ただ前回のその時戸の活躍でこのファブを救ったっていうのがあるんで、今時戸も流れ乗れてると思うんですよ。うん、そこで孫を倒すことがあれば、そのファブ復調っていうところが見えてくると思うんで、そういう意味でも流れ乗る上でも、結構重要な一戦になるんじゃないのかなというふうに思います。はい、まず1試合目はこれ、はい、そして次いきましょう。続いて、はい、次は、これこちらも本日、ある組み合わせ、うん、アウェー側コミハデトネーション対するはホーム側名古屋じゃボディスターミルダムの一戦です。うん、
この組み合わせは結構その難しくてですね、はい、というのもそのまあこちらも前回まあ今あの2周目になっているというところで前回あったんですけど、前回は板橋 G を梅原ガエルに、ナーマンルークをアキラキャミーに、竹内ジョンコーディをフードポイズンにかぶせるっていう形で、それで名古屋王者が40ポイント獲得しているんですよね。アウェーの名古屋が勝ったんですよね、というところで駆け引き見ていきたいんですけれども、まあまずこれまでのやつで勝ってるんで同じ組み合わせもいけると思うんですが、小宮デトネーションとしてはやっぱり今調子がいい雨量ローズ出したいんじゃないかってちょっとあるんですよね。まあそうですね、確かにここ最近まあストリートファイターリーグも中盤戦に入ってきて、まあ、キャラ相性よりもやっぱ勢い乗ってる選手出した方が勝ちやすいんじゃないっていうところもあるんで、雨量ローズがあるとするとアキラキャミーが結構きついのかなと思います。あ、雨量にはアキラ、はい、ほうほうほう、まあ、その飛び道具に対する対応策がいくつかあるっていうのと、やっぱり画面足に追い詰めた時のまあキャノンストライクによる上からの攻めに対して、まあローズも対応するのがまあ簡単ではないというところがありますので、ただまあね、やっぱりキャミー あの体力の低さっていうところが、ローズはイリュージョン、ソウルあのイリュージョンがキャミーがね V リバーサルがあの後ろに回っちゃう V リバーサルなんで結構イリュージョンに対応しづらいっていうところはあると思うんですが、まあここはこの組み合わせありかなと思いますね。で前回勝ってるってことを考えると、普通に梅原ガエルが G、板橋 G へ、そしてフードポイズンが竹内ジョンコーディへってなるのが、まあ、ありそうな感じだと思うんですよ ね、 なるほどね。だからこれ前回かぶされてるんで、コミュニア的にも別にそれでいいよと思ってると。これ、ただちょっとフードがちょっと最近きつめで、梅原の調子が上がってるんで、梅原これ残りの3人、まあ、全員に行けそうな、ローズ以外行けそうだから、そうですね、大将になったら、ローズ以外が対象になったら梅原が行くみたいな。それは確かに面白いですね。やっぱりその、ね、今強いやつが行った方がいい理論ですよね。でそれは確かにあって、その梅原ガエルが、まあ、今すごい調子がいいと、勝ち続けていますので、まあ、その大将小宮が大将に出したところに、まあ、雨量以外に行くと、でもそれ考えると雨量大将って面白いですよね。そう、これあるかもしれないですね。だからこそ逆にみたいな、はい、という感じの予想です、はい、じゃあ次行きましょう、はい、今回4試合やってるんで、そう4つあるからね、結構駆け足なんですよ、はい、次はごめんね、なりくんもね触れたいんだけどごめんね、はい、次は、これ Day2 なんで、次回ですよね、はい、にある組み合わせなんですが、アウェーがグッズトスカットに対してホームが広島チームイクサの組み合わせなんですけど、ここはやっぱりその広島チームイクサが、そのキャラクターがピーキーなんで、ホームだけどどう被せるのっていうところがあるんです ね、 まあ、一つ被せとして機能しそうなのは、クラッシャーバーディーがプゲラバーシに戦う、こちらはワールドウォーリアーで、直接対決を行われてまして、クラッシャー勝ってる組み合わせでもあるので、まあ、もしプゲラで組んでればクラッシャーバーディーが行くというふうになりそうです。ただこのアレックスやオロ、これがベガに対してどうなんだっていうところがあるんですよ、それらを考えるとドグラベガ大将がかなり強そう。確かに、最低同キャラみたいな感じになる。そうですね、だからこれをどう崩すかっていうところが広島チームさん求められるのかなと、まあ、逆にキャラの組み合わせで言えば今稲葉ベガがガチ君らしいのに行くとかは結構いいと思うんですけど、それでもやっぱその対象戦に勝てないと、そうね、20ポイント取って勝ち星に なりづらいので、ってことを考えるとこのドグラベガをどうするかがすごいキーになってくるのかな。しかもここでアレク2体いるけどアレク使えますやんっていう話なんですよね。ドグラアレックスが分かる。そして、まあ、例えばそのガンファイトオロを川の氷にかぶせるみたいなのが面白いと思うんですけど、ただ川野もオロを使えるとか、確かに結構そのね広島チームしたレアなキャラを使っていけるんですけど、その知識がちゃんとグッテードスカット自体があるし、あるチーム内でも練習できてしまうっていうのは確かにこれ結構効いてくるんじゃないかなというふうに思います。だからがっぷりいくなら稲葉ベガ対ドグラベガの同キャラ戦でここを突き崩すっていうところももしかしたら作戦としては必要なのかもしれませんね。なるほど、まあ、ただこの組み合わせが きつめの組み合わせになるっていうのは分かってたことだから用意の仕様はあると、そうです ね、 ね分担とかして、はい、でしかもまだこの試合まで時間ありますから、そうですね、どうなってくるか分からないですけど、まあ、ドグラベガが結構キーになるんじゃないかなと個人的には予想しています、はい、じゃあ次いきますよ、はい、はい、4つ目、これ結構いい組み合わせというかこの第9節でもなんかどっちも調子がね特に面白いカードになるのかなと思うのがこの最終化する熊本アウェーガー対するホームシノビズムゲーミングとなります、だここで、アウェーガーの最終化する熊本としては、この Y チーム持ちに対してジョニー G がやっぱり来るわけですよね。来た、手足が伸びる夢を見た男だからね。実際このリーグでの、ね、ダルシム戦めちゃくちゃ内容が良くて、よかった、これあれを見るとちょっとダルシム出しづらい
のかなというのが、しかも持ち3勝ち点取れてないのが、そうですね、やっぱメンタル的にもちょっとね弱気になってそうな感はある。で逆にジョニーは無敗ですからね、ノリノリでなんで、だからってなってくるとやっぱりその根も樋口シュートの3人でなんとかする必要があるのかなと、まあアウェー側なんでね、かぶせられることを考えると、ただやはり樋口に対しては大持ち強いっすでしょ。あーやばいね、やっぱキャラクター的にもね、ガイルにコーディというところもあるし、桃地雄介、樋口と戦うと体温ちょっと上がるって言ってましたからね。これはでもまあ見たいカードでもあるし、はい、ただ樋口はこれをくぐり抜けなきゃいけないっていうカードでもあるんで、まあここは効いてくると、だからそうなってくるとこの勝率をどういう風に見るかなんですけど、樋口は対処行きづらいかなとちょっと思いますね。やっぱり桃地の狙われる強さっていうところもあるし、でなってくると根もシュートどっちが対処に行くのか問題があると思います。ただこのストリートエターリーグ中期、強いやつが出た方がいい理論を考えると、これじゃないかな、そうね、シュート対象なんじゃないかなと。でこのシュートがやっぱりワールドウォーリアーの活躍でルークにもかなり勝ってるんですよね。時々ルークを倒したりってところもあるので、まあその藤村山口どっちのルークが来ても勝率は結構いいんじゃないかと。ただまあジョニー G っていう手があるんですよ、ここに。ああ、なるほど、確かにユリアンに対してこれは結構ありえるんですけど、100% ジョニー行っちゃうか、ただやっぱり最初から熊本で樋口がやっぱりコーディー、申しコーディーを被せられることを考えると、シュート対象っていうのは結構面白くて、ネモはファルケ待ち受けを、もしくはユリアンで、まあ、ルークを待ち受けるっていうのがまあありそうな形なんじゃないかなというふうにちょっと思っています。まあ、こういうのは普通に考えたらコーディールークルークを並べて、まあ、どこで出すかっていうのが忍び的にはね、そうですね。でまあ、忍びで乗ってる理論で言ったらジョニーもしくは山口が乗ってるんで、そのどっちかが大将シュートと戦うみたいな感じになるかもしれないですね、はい、というような感じで4試合予想をしました、はいはい、ありがとうございます、はい、さあということでですね、ここから本題のガチ予想に、参りたいと思います、はい、事前に予想して我々予想してますので、はい、その結果をですね、見ていきたいと思います。まずはじゃあ私の方からいきましょうか、はいはい、私の予想はこんな感じです。私はその今回ポイントも予想してるんですけど、はい、プレゼントキャンペーンも無事に得点関係ないんで、まあ、どっちが勝つかっていうところだけ予想していただければと思います。勝ち星だけですよ基本はね、はい、で、まずじゃあ1試合目簡単に説明しますと、はい、1試合目は魚群は大将孫が踏ん張って延長戦に入るものの、これ延長戦結構、肝になっていて、大将孫は何が良かったかというと、もし取り飯ダルシムが来てもキャミーを出せたんですけど、確かに延長戦それができないんで、一先だからそう孫ルークで待ち受けて取り飯ダルシムが現れて、そこで踏ん張るパターンで25対20、なるほど、はい、そして、次は、名古屋城ボディースターミルダム対コミハデトネーションは、雨量が大将じゃなくて雨量が勝つパターン、はいはいはい、なんだけど名古屋王者がそれ以外を勝利するっていうのは結構ありえるかなと。あ、なるほどね、確かにいうふうに見ています。はい、そして、こちらその3試合目に関しては、まあ、これはクラッシャーバーディーがプゲラを落とすものの、やはり、ドグラベガの牙城が崩せない、パターンで10対30、はいはい、グッドエンドスクワットかなと、うんうん、で、最後は、シノビズムゲーミング対最終ガス、これはね本当に悩んだんですけど、これはねその大将で山口対シュートの大激戦の後に山口が若干上回るぐらいの感じを見ています。あ、ね、若手大将対決みたいなところも見たと、はいはい、いう感じで私の予想はこんな感じでした。さあそして続いて私の予想、はい、これはですねセオリーに対して若干逆張り的な、希望的観測を入れてみました、はいはいはい、まずですね、こちら魚群、大将孫さん、まず頑張ります。そして頑張るパターン、まあ、模型水葉のな水葉が最近調子上がってるんで、ここで水葉頑張りそうっていうところからの、続いて、名古屋城ボディスターミルダムとデトコミハデトネーションは雨量といたZで無理やり延長に持ってって、まあ、どっちかが大将でもね、無理やり延長持ってって、さらに一先頑張りさ、板橋か俺がまた何でもやってっていうパターン、はいはいはい、からの、3試合目はこれも戦ウィンにしました。これは、かなりきつい組み合わせだって分かってるから、大将ドグラに対して誰かがむちゃくちゃ仕上げて、そこでの20ポイントを取ってもう10ポイントはそれこそクラッシャーズとか取るっていうパターン。なるほど。でそしたらめちゃめちゃ面白くなるリーグが、そうですね。そして、一番下これはもうシンプル、
最終カンソール熊本、調子の上がってるシノビズムですが、うん、樋口シュートでなんとかして30ポイントそれもありえますよね、ありがとうございましたっつって、はいはい、こんな感じで、はい、駆け足で、予想の方ですね、うん、お伝えさせていただきました。ぜひ、ね、私たちの予想も参考にするなりなんなりしていただいて、うん、視聴者の皆さんもぜひキャンペーンに挑戦してみてください、はい、まあ、さらに私たちの、ね、予想だけじゃ問題ないという方のために、うん、まだ用意しています、はい、有識者の予想、有識者の予想どうぞ、はい、こちらはストリートファイターリーグのスタッツ集計班、うん、平均グラマスの、集計チームの方々にも予想していただいているんですけれども、うん、まあ、ちょっと私がこう選んだ、はい、ファブ王者、はい、グッパチ忍びパターンですね、うん、これやっぱりかなり人気が高いということが分かりました、うん、確かに、はい、さらに現状の投票率っていうのもお見せしていきます、うんうん、はい、なんと、皆さんからこれいただいてる、すでに応募されてるんですけど、うん、広島チーム差がね 50.1% でグッテルスカット上回ってるんですよ。まあ、この投票ってやっぱりそのなんて応援票みたいなのもあるんで、すごいそのファンの方も多いんだなってことが分かるような投票になっておりました、はいはい、ありがとうございます。改めて、ではお知らせです。ストリートファイターリーグではアマゾンギフトカードが当たる勝敗予想キャンペーンを行っております。9節の全4試合の勝敗を全試合的中させた方の中から抽選で10名の方に5000円分のアマゾンギフトカードをプレゼントさせていただきます。こちら本日20時が締め切りとなっておりますので、YouTube のコメント概要欄に応募ページアドレスもございますので、ぜひぜひ応募してください、はい、ということで、ハメコズチョイスでございました、はい、そしてですね、もう時間がないので、ストリートファイターリーグ、スケジュール等もですね、飛ばしまして、はい、課金だから、うん、それではいよいよストリートファイターリーグプロ JP2022 第9節 Day1 マッチ1 VL プラスファブゲーミング対魚群とマッチ2名古屋王者ボディスターミルダム対コミファデトネーション、以上の2試合をお届けします。それでは準備のため一旦失礼いたします。じゃあね。